スポレートはイタリア共和国ウンブリア州ペルージャ県にある人口約3万8000人の基礎自治体。古代に起源を持つ都市で中世には中部イタリア一帯を支配したスポレート公国の都であった。イタリア語以外では以下の名称を持つペルージャ県南部アペニン山脈の丘陵地帯に位置するテルニから北北東へ約2 0トル コリーニョから南へ約 25km、リエーティから北北西へ約 37km、県と州とペルージャから南南東へ約 50km、ラクイラから北西へ約 69km の距離にある。隣接コムーネ、編集隣接するコムーネは以下の通り。TR はテルギ県所属。メルカート広場近くの工事スポレートは、 フラミニア街道の東の分線に位置する。ナルニで二つの道は分かれ、ホリーニョ近郊のフラミニ広場で再度合流する。古代の街道は、ノルチアイも通っていた。紀元前一世紀に建てられたサングイナリオ橋は今もある。古代ローマ時代の広場は、現在の市場のもとに横たわっている。広大で幅の広い谷の出入り口に位置し、周囲を山に囲まれたスポレートは、 長く戦略的、地理的な要所とされてきた。この地方にもともと住んでいた、ウンブリ族の重要な町として初めて現れた。ウンブリ族は紀元前5世紀に自分たちの定住地の周囲に壁を築いた。これらの壁の一部は今も見ることができる。最初に歴史的にその名が現れた時、スポレンティウムという名で、 紀元前241年に植民地の設置として知られた。キケロによればそれは紀元前95年のラテン民族の植民地、コロニアラティーナインプライミスファーマイイラストリーズであった。トラシメヌスコハンの戦いの後、スポレンティウムは住民に反撃されたハンニバルによって攻撃された。第二次ポエニ戦争の間、死はローマの有力な同盟者であった。 ガイウス・マリウスとルキウス・コルネリウス・スッラの内乱で多大な被害を受けた。スッラはクラッススに勝利すると、紀元前82年にスポレンティウム領土を没収した。この時以後、死はムニキピウムとなった。ローマ帝国支配の下、市死は再び繁栄していたようだったが、歴史上に触れられていない。マルティアリスはスポレンティウム産のワインについて語っている。アイミリアヌスは、 モエシアデブカの軍人らによって皇帝の座に上がった。彼はローマからの途上、三四ヶ月の治世後、スポレートで殺害された。コンスタンティヌス一世の都とユリアヌステイの直祭書は、スポレートから始まっている。四世紀からキリスト教の司教座の基盤があった。スポレート最古の殉教者は伝説であるが、ローマ教皇リベリウスからの354年の司教。 カエキリアヌスへの手紙に最初の殉教者の記載が見られる。スポレートはその高い標高のため、バンダル族と東ゴート族との戦争の間、要所となっていた。死を囲む壁はドーティラによって撤去された。ロンゴバルド王国の下で、スポレートは自治権を持つ公国であるスポレート公国となった。スポレート公はイタリア中央部の相当な面積を収めていた。 774年、広告は神聖ローマ帝国の一部となった。その他の報道とともに、強力なカノッサ女白、マティルデディカノッサによって、教皇グレゴリウス七世イエスポレートは譲渡された。しかしこの時、実地を維持するための戦いが起きた。1155年、皇帝フリードリヒ一世によって死は破壊された。1158年、フリードリヒ一世は、 スポレート広告をエステケのベルフ4世へ与えた。1123年、スポレートは教皇グレゴリウス9世によって最終的に占領された。皇帝オットー4世との領有をめぐる争いの後、1201年にオットー4世は、スポレートを教皇へ与え教皇領となり、1213年より教皇庁の直接統治が始まった。 教皇庁から派遣された知事がスポレートを治めた。アビニョン補修の間、スポレートは1354年にアルボルノス数奇教と教皇領を総始国とする条約を結ぶまで、ゲルフとギベリンの抗争の犠牲となった。ナポレオンのイタリア征服後、1809年、スポレートは短命に終わった、フランスのトラジメレヌ県の県ととなった。5年経った。 ナポレオン没落後強行領へ戻された。1860年、勇ましい防衛の後、スポレートはリソルジメントのため戦う軍によって確保された。ドエモンディ祭りスポレート音楽祭とも、1958年から始まった。スポレートは小さな町で、住宅とその他商品とサービスは、当時相対的に高くなく、二つの屋内劇場があり、 ローマ時代の劇場や多くの遺跡があったことから、芸術祭の開催地として、ジャンカルロメノッティによってスポレートは選ばれた。かなり首都ローマに近く、そして鉄道の連結が良好であった。これは重要な文化行事となり、毎年6月下旬から7月上旬に開催されている。フェスティバルはイタリア有数の文化発表の場に成長した。3週間の日程で音楽、 演劇、ダンスが行われる。時には現代彫刻展示の場にもなり、アレクサンダー・カルダーと、その他の芸術からによって、芸術作品がスポレートに残された。アメリカ合衆国で並行して開催されているのは、アメリカスポレート音楽祭といい、メノッティを巻き込んで1977年から、サウスカロライナ州チャールストンで開かれている。スポレートとチャールストーンは、 姉妹都市協定を結んで15年余りであり、メノッティ家とアメリカスポレート音楽祭側の争いの後、1990年代初頭に分離が完了した。しかし、2007年2月のメノッティの死去に伴い、スポレートとチャールストンの両子が2つの祭りの再統合協議を始めた。スポレート市長、マッシモ・ブルニーには2008年5月に、 チャールストンでの音楽祭開会式に出席した。短期間であるが、メルボルンで、スポレート音楽祭が開催されたことがある。1992年、スポレート芸術シンポジウムが、世界中から才能ある人々を、スポレートで学ばせる目的で始められた。現在15期目で、プログラムは、オペラ、料理、ジャズ、執筆の学習、そして子供のキャンプがある。ローマ時代の劇場。 アルボルノツアーナ上等陸をサンタマリアアススンタ、聖堂サンピエトロ協会のファサード今までに3度、ジロでイタリアの会場となった。バレーボールクラブチームのオリオ・ベントリ・スポレートは、1991、1992シーズンに優勝争いに加わっていた。スポレートには以下の分離集落がある。ありがとうございます。